お越しいただきましてありがとうございます。もう幸い天気にも恵まれめちゃくちゃいい感じでございますけども、あのこの風呂敷も土木で入っちゃっていいので、あの雨降ってるように見えますけど、ちゃんと上に上りの傘がありますので濡れません。ちょっと濡れるかもしれないけど大丈夫です。ということで、アンパンプ東京へ蔓延防止宣言になります。坂本龍一さんと関西の皆さんが、ここからコーラスで、そして、ワークショップの人たちみんなと一緒に、音楽を作ったのをこれからやりますので、ぜひぜひ聴いててください。この後も、これが終わったら今度向こうの反対側の会場で、長見純さんたちが、スケジュール出てませんけども、マダムギターこと生の長さま、しかもね、長見純率いる、プロジェクト福島のボンバンドの演奏があって、またもう一度こっち側で、福島さんと北場、で、またそれが向こう側で音楽についてスペルビッグバンドのめちゃくちゃノイジーな演奏がありますので、今日多分7時過ぎまでやると思いますので、楽しんでください。あのちょっと合間の時間には上に登るとなかなかもう雲にまくれたでかい雰囲気で見てきて言えますので、そっちも楽しんでてもらえると幸いです。ということで、アンパクス東京、仲間のユニット、カンタス、そしてワークショップのみんなです。Thank you.
定上も気になったと思いますが、次の曲は柳沢賢治が話し書いた作詞の作曲の情報が出てきます。
必要なパフォーマンスやったのに、どうでしょうか。おっしゃるね、ただ無理してパフォーマンスです。Thank you.
でした。では最後2年ぶりになってきましたけれども、一度伊勢の祖先の上の上からは綺麗なゴーグルが見えてるんじゃないかなと思います。では赤ちゃんを見てください。Thank you.